気泡干渉剤使用例気泡干渉剤は包装等に使用される干渉剤の一つ。様々な故障や商標については後日アメリカのエアープロダクツ社がプールシート用に製造したのが始まり、1957年、二人の技術者が偶然から発明したものである。二人は簡単に清掃できる壁紙を作ろうと考え、紙の上に 布地の模様をつけたビニールをかぶせた壁紙を開発しようとしたが、その際に誤ってビニールに気泡ができてしまったことから気泡干渉剤が誕生した。二人はシールドエアコーポレーションを1960年に設立しており、バブルラップはこの会社の登録商標になっている。二枚のポリエチレンシートからなり、一方のシートを成形した円柱状の突起の中に空気を閉じ込め、 その空気圧で干渉剤の機能を実現している。現在は様々なタイプのものがある。通常、突起部の方を内側にして商品を包むがメーカーによるとどちらでも可能とのこと。メーカーによってプチプチ、エアキャップ、ミナパック、エアパッキン、エアクッション、エアマット、キャブロン、エアーバッグ等の商標が一般名称のように使われている。上実した プチプチの商標権を保有している、川上産業が2000年に定めた記念日で、毎年8月8日である。突起を2つ合わせた姿が、アラビア数字の8を連想させることや、突起を潰す時の音、パチパチと88の語呂合わせから定められた。ありがとうございます。